数えることもできぬほどの命をもてあそび奪ってきた。ならばその罪、同じ数だけの命を救うことでしか贖えないのかもしれない。ものよりわらわに失うものなどないわ。名も魔力も引き継ぎ、今や魔女とも認められぬただの黄金の蝶。バトラ様はどうなさるのですか。ゲームの途中です。彼はお嬢様がお戻りになるまで待つとおっしゃいました。ここで果てるようなことがあってもよいのですか。お嬢様にはバトラ様の向かいの席に戻る義務があるのです。だからこそだ。わらわにしか救えぬ命があるならば、わらわはそれを救う。そして魔女と認められるぞ。わらわ魔女にならねばならぬのだ。これが試練であるならば、これまでの悪行に見合わぬ幼稚なものよ。さあ姿を消せ。どうにかつて黄金の魔女と呼ばれた一匹の蝶、最後となるかもしれぬ魔法を見るがいい。かしこまりました。黄金の魔女の名に恥じぬ魔法を拝見させてもらいます。願わくばそれが最後の魔法とならぬこと。行け我が友に。もしインクが借りるなら、我が愚かなる生涯を記して、同じ道を歩もうとする愚か者に手渡す。さらばだ殿。お嬢様、僕はいつだってお嬢様のすぐそばに控えております。カノン君、カノン君、お嬢様、僕がお助けします。カノン君、生きてたの？お嬢様、どうか心を落ち着けてお聞きください。残念ながら、僕は生きてはいません。僕はすでに死んでしまっています。ですが、あの魔女は、お嬢様の危機を僕に知らせに来ました。そして、わずかの間だけ、お嬢様に手助けできる時間をくれました。どうか、心をもっと落ち着けて、そうすれば、お嬢様にも僕の姿が見えるようになります。
確かにカノン君が見えるよ。僕は魂だけの存在です。だからお嬢様に触れることはできません。こうして言葉をかけることしかできない。それだけしかできない。か弱い存在ですが、それでもお嬢様の力になれるはずです。言葉だけなの？カノン君に触ることはできないの？僕は今ろうそくの煙よりも儚い存在です。聖者であるお嬢様に触れられればたちまちかき消えてしまうほどに。だからどうか触れようとしないでください。僕もお嬢様に触れたい気持ちを抑えているのですから。それよりお嬢様、よく聞いてください。新しい黄金の魔女は残酷な心の持ち主です。必ずやお嬢様をひどい目に遭わせようとするでしょう。この部屋から逃げ出し隠れなければなりません。どうやって私は目が見えない。静かに、僕がお嬢様の目になります。僕がかける言葉に従って動いてください。まずそのまま三歩這い出て、それから立ち上がってください。今お嬢様がいるのは机の下です。そのまま立てば頭をぶつけます。机の下だったのか。わかったよ。1、2、3、立つぜ。お上手です。次は時計で言う9時の方向を向いてください。はい、お上手です。なんだか恥ずかしいぜ。大丈夫ですか？傷が痛みますか？いや、平気だぜ。次は。隠密の結界を張っています。大きな音や声を出さなければ誰も気づきません。だから誰も僕の気配には気づけない。なんだかわからないけど、とにかく静かにしてれば大丈夫ってことなんだな。次はどうするんだ？そのままゆっくり10歩ほど歩いてください。ソファーに触ります。それに沿って進んでください。ゆっくりと落ち着いて僕の言葉を信じて。不思議だぜ。目が見えないってのはあんなにも怖いものだったのに。カノン君と一緒だと全然怖くないよ。そう、それがソファーです。左になぞりながらゆっくり進んで、すぐ左にテーブルがあります。すねをぶつけないように気をつけて。さらに10歩を歩けば使用人室から出ます。そしたら9時の方向を向いてゆっくりとずっと歩いてください。右の壁に手を置き、それに沿ってずっと
っと僕が安全な部屋までお連れします。そこに行ったらカノン君は帰っちゃうの？ここにいれば魔女に殺されます。いいよ、殺されればカノン君のいる世界へ行けるもん。お嬢様、どうか聞き分けてください。死者であれ僕には人の世は眩しくて辛すぎる。だから長くはとどまれません。だからお嬢様、僕に許された時間でお嬢様を安全な場所まで導くことをどうか許してください。そしたら時間が尽きるまでずっとお嬢様と一緒にいますから。それはカノン君にできる精一杯だな。はい、その代わり一秒でも長くお嬢様のそばにいるようにします。ずっとお嬢様といてお話をします。どんなお話？どんなお話がいいですか？カノン君が聞かせてくれるならどんな話でもいいよ。では、勇気のない、臆病な使用人の少年の話を。太陽のように眩しいお嬢様に恋心を抱き、同じ気持ちを打ち明けられながらも臆病さに負け、ついに生あるうちに、自分に素直になれなかった、愚かで哀れな少年の話を。うん。なら、私もしたいよ。大好きな男の子にね、もっともっと大好きだよって勇気を振り絞れなかった臆病な女の子の話を。そしてその男の子に再会できる奇跡を神様がくださって、その勇気を振り絞る機会をもう一度与えてもらった女の子が勇気を振り絞る話。僕もその話を聞きたいです。だからそのためにも行きましょう、安全な場所まで。カノン君と一緒ならいつまでだってどこまでだって歩くよ。もう目なんていらない。カノン君が踏み出せと言うなら崖の先へだって一歩を踏み出すよ。ありがとう。お嬢様、参りますよ。最初の十歩。うん。嫌だ。ジェシカって呼んでくれなきゃ。嫌だ。わかりました。では、ジェシカ、最初の十歩、踏み出して。
お嬢様、その壁に沿い、ずっと歩いていきましょう。ずっと、ずっと。カノン君と一緒なら、どこまでも、ずっと、ずっと。さあ、お嬢様、客間にたどり着きました。これからお嬢様を、窓際のカーテンの束のところまでお連れします。その中に隠れれば、きっと安全です。カーテンの中か。うまいな。私も昔、よくそこに隠れたもんだぜ。ベアトリーチェ様。どういう気まぐれで僕を蘇らせてくれたのか、僕にはあなたの気持ちがわからない。気まぐれに過ぎぬ。いや、魔女とはこうあるべきなのだ。わらわがそれを気づくのに千年をかけた。それだけ。愚かしい話だ。誰がいるの？お嬢様、お静かに。彼女は魔女、ベアトリーチェ。僕をお嬢様にもう一度会わせてくれた恩人です。魔女、ベアトリッチ。わらわのことなどどうでもよい。それより早くその女をカーテンの陰に隠すがよい。そなたの長くないでジェシカと最後の語らいに費やすがよい。カーテンを束の中で密会とは、そなたらもなかなか味な真似をする。あのありがとう、ベアトリーチェ。カノン君に会わせてくれてありがとう。あとは愛し合う二人にこの部屋を譲る。邪悪なる魔女に恋話は不要でな。退出させてもらおう。ベアトリーチェ様、ありがとうございます。礼などいらぬ。こんなのでは償いきれぬほど悪行を重ねておることはそなたがよく知っておろうに。良き魔女には感謝を選別とします。今までがどうであったか、そしてこれからがどうであるかは知らない。しかし、今この瞬間、あなたは間違いなく、良き魔女だ。おべっかが過ぎるぞ、カグメが。次に会うときは、期待を裏切らぬ悪しき魔女であるかもしれぬぞ。それで、さらば。